ふう、今日のカラーリングいじりはこれぐらいでいいかな。にしてもさすが私、ナイスセンスである。赤黒系カラーはもう古いね。これからの最先端ファッションはピンク系、間違いない。つい衝動買いで買っちゃったこのマントもなかなかオシャレだし気に入ったわ。後ろでオービスがセンサー壊れるだのなんだの言ってたけど、まあ気にしたら負けである。後でライセットのカラーリングもいじってやるから楽しみにしてろよ。と、まあこれも来たるウォーフレームハロウィンパーティーに向けたカラーいじりの練習だったりする。これについて詳しくはしこめのリンクから飛んでもらえればわかるので、興味がある点のはぜひ、カッコ宣伝カッコ閉じ。おすす、ゆっくりマリサだぜ。動画冒頭にモザイクをかけるべきか検討中、ゆっくり霊夢です。はい、今回のミッションはニュービーフレアイ広場、地球消滅でございます。ああ、オンラインで高ランク4人分隊だと妙な気まずさが生まれるここポットニュービー可愛がり天のたちの悲劇の話はそこまでだ。そんで今回使うフレームはトリニティさん、武器はこんな感じ。武器云々の前に、まずはそのどっかで見たことあるカラーについて説明すべきだと思うんだ。さあ出てこい、ザーボソさん。聞けよ。ヒント、今回はネタプレイ。限りなく答えに近いヒントをありがとう。いつもの動画もネタはネタだが、今回はドラゴンボールテイストでお送りいたします。まあずっとネタ切れで便乗動画ばっか上げてたし、それよりはまだマシ。なのか？企画ものの動画が楽しいからといって本来の動画を忘れてはいけない、かっこいましめ。いや本当にな、のば玉転がしなんて無駄な技術覚えやがってからに、むむむむだじゃないしししし。というか、もうミッションは始まっているのだ、こんな話をしている場合ではない。意外と使われてないテクニック、敵スポット、敵との距離も分かったりして割と便利なのに全然使われてない、不思議。そりゃこのドンパチゲーで一体にスポットしててもあんま意味ないし。だがそれでもこいつらなら、AI のこいつらなら有効活用してくれるはず。さあお前ら、やっておしまい。ダメみたいですね、追いかける気配なしです。だがしかしそこはこのゆっくりマリサ、20メートルほど先で稲番にて捕獲するファインプレイ。さあお前ら、今のうちにやっておしまい。はい、はいじゃないがな。何をしとるんだ奴らは、何が悲しくて私は敵のうにゃうにゃ状態ガンにしなきゃならんのだ。そりゃ鳥さんもちょっと気まずくなってことにもしちまうわ。おいそこの、速さが足りんぞ速さが。まあスペクターを過信しすぎるのもいかんわな。だとしてももうちょっと頑張ってほしいところ。精神体も何もお前まだ何も働いてないだろが、散歩してただけだろが。見ろよこいつのこの頑張ってる姿をよ。よし一体倒したな。今日はお祝いだな。なお倒したのは惑星ミッション中最低レベルの敵の模様。まあこっちもレベル8とか貧弱極まってるから、多少はね。てかスペクターって敵のレベルによって強さ変わるんだな。初めて知ったわ。敵のレベル高いレイドとか連れてきたら活躍してくれるかもな。そういえば何大量発生イベントのモアちゃん予想とかもあったな。しみじみ。レベルを上げて物理で殴る。レベル5000とかいう頭悪い数字だったからな。コーパスの闇は深い。というかマリサってたまにレイドうにゃうにゃ言う割にはマリサがレイドしてるところ見たことないんだが。うん、まあやってみたいとは思うんだけどね。やっぱ今更感あってやりづらいっていうかね。一緒にレイドできるようなプレイないし、リクルート見てもレイドがちでばっかで入りづらいしで完全に1回なくした経験のは私だけじゃないはず。もうアルケイン、何それ美味しいの状態である。おう、これで何だっけよ。わーいありがとう。何このボルテースは。で、戦闘の方も結構賑やかになってきたわけだが、さっきから背中で腰か殴られてて非常にイラッとくるがここはそこの2体に任せてみようと思う。とか言いつつ3番は使う。なんだ今の腕の動き。恐ろしく伸びる人。俺でなきゃ見逃しちゃうね。今もすぐ横かすめてったが、やっぱ感染体ってキモいわ。そんなあなたにこのドアップ。ちょっとやめないか。そんで今度はあっちのスペクターがもぞもぞし始めたな。ほんとままならんわ。さあそっちはどうだ？いけそうか？なんか野生のクズローも混じってんな。縄張りを守ろうとする、その息はよし。だけどちょっと時間かかりそうなんで全部いただきますねー。うわぁ。最初は全部スペクターに任せようと思ってたけど、よく考えれば時間足んねえなって。さあお前の仕事はここまでだ。強く、生きるんだぞ。惑星に外来生物を残していく天のクズがこの野郎。さあ残りの殲滅はサクサク行こう、サクサクと。その結果がこの無期分分か。プライムブリーチ積んでるし、プラ格だけで楽々殲滅よ。ほーらほーら、酔えやさあ酔えやさあ。微妙に届いとらんか。ピーハゲビームからは逃れられんのだ、くらい。ピーハゲ言うなよ、なんか悲しくなってくる。本当の呼び方はピージらしいか、呼びやすさ優先でこの動画ではピーハゲで倒します。対話ないよ、ほんとだよ。なんでそこで相手念を押していくのか。そんで話は変わりますが、新プライム来たね。ああ、そうやってたな。つい最近まではボルトプライムうんぬんで騒いでた気がするのにな、時が経つのは早いもんだ。そんで今回のプライムは今使ってる鳥さんだとか、いやーなかなかタイムリーだね。で、今回いなくなったのはエンプラさんだったか。ボイドの報酬の数にも限りがあるから、悲しいがしょうがないことだな。まあなぜか格納庫に送られる直前に強化されてたけど。確か4番が完全に飛ぶる式になったんだっけか。うむ、おかげでイクイノックスさんの肩身がさらに狭まったわけだが。なんというか、イクイノックスはいろいろと器用貧乏なんだよな。
実装初期の頃のバランスさんを思い出すな。でもまあ今じゃあのバランスプークスクスさんもだいぶ強くなったし、これからの強制に期待だな。で、ここまでフレイムの話してきてるってんで少しは新フレイムのアトラス君にも触れていこうと思うんだが、I don't have ですわぞ。そのせいで話が広がらないんだよな。そうは言うが、最近の新武器はニッチもサッチもアルゴンアルゴンで作成が億劫になりがちなんだよな。私が一番最近に作成した武器もギリギリヌンチャクだしな。テラ時代遅れ。これはもうマリサがコールドスリープに入るのも時間の問題かもわからんね。冷凍まんじゅうってなんか美味しそうじゃない？フロストさんこっちです。最後に下すタイプの冷凍はさすがにちょっと。で今回はドラゴンボールテイストとか言ってたが、少しはそれっぽいことせんのか？ご立派なのは色だけか？おお。ふっふっふ。まさかとんでもない。ちゃんと考えてありますとも。さあまずは前方のを掃除しまして。そして振り向くとご用意しておきました。このどこかで見たようなシチュエーション。そしてこちらに同じくご用意しましたものをペタペタっと。さああとは。と、このようにあの名場面を再現できちゃうんですね。こういうのもなんだが、あれってそんなに名場面じゃない気が。勘弁してください。これでも3時間考えた結果なんです。泣くなよ。ほら、まだなんかすごいのあるだろ。これだけじゃないだろ。おい、あるよな。まだなんかあるよな。すべてを脱出したぜ。ってことで、はい、お疲れ様でした。なんか最近動画の締め方雑くない？実に雑いね。自覚ありかよ。最後におまけあるから許して。許して。はい、こちらがおまけとしてフレンドさんと一緒に行ってきたクエストだぜ。このクエストでは特別にダルボがオペレーターなんだが、このボッタクリストに務まるのかね。その件はもう許してやれよ。そんでちなみに私がこっちに移動してるのは、左枠のオペレーター画面も後々面白くなるからぜひ見てほしいからだぜ。ちなみに今回のフレームはデファーで装備はこんな感じ。育成済み武器は自重して、プライマリセカンダリ近接すべて型なしでございます。そんでフレンドさんはロキンに、パリプラか？あとは多分ドラニカだと思うぜ。ほんと頼もしい限りである。でだ、今回のミッションの目的は簡単に言えば人質の救出だな。もちろん、クエストなだけあって救出対象も救出環境も通常のそれとは違うわけだが。今左枠で言ってるが、ダルボと今回救出する対象は仕事仲間みたいだな。ダルボについて簡単に紹介すると、彼は今は一人の商人だが、昔はコーパスの元御曹司でエリートコーパスだったんだ。しかしそんな親に依存した順風満帆な出世を捨てた彼は自由と自立を求めて商人となった。それから現在のこのボッタクリストに繋がるわけだな。そんで今回の救出対象は、グリニア軍から抜け出した異端のグリニア兵。そんな各陣営の恥かれ者同士が手を組んでるってのはなんか胸熱だよな。ゲーム中のセリフも和訳されてるから理解しやすいし、以前よりストーリー性のあるいいクエストだと思うぜ。昔はこのゲームにストーリー性なんてあってないようなもんだったけど、最近はその辺にも力入れてきてるってのがよくわかるな。おかげでゲーム中のキャラにも魅力を感じるし、ありがたい限りである。みんなもクエストをただの報酬獲得ミッションだと淡々にするのじゃなく、ぜひストーリーも楽しみつつやってみてほしいぜ。以上、時代遅れの延長税点のより。画面のガバガバプレイングをごまかすかのような言葉でしたね。このステージにはまだ慣れてないからね、仕方ないね。そういや、いつの間にやら天王星が水中基地みたいになってんだな。最近のクエストで頻繁に出向くことになるけど、私はこの雰囲気結構好きだよ。そして目的地に着きましたぞ。ダルボも少し焦っているようで悪しろよとせかしてくる模様。まあこのゆっくりマリサ様にかかれば救出の住人やに暇変なのいなかった。そーい。アウンキのせいだったわ。ただの一般通過ホニャララだったわ。なお画面外でロキさんがこの無能の代わりに対処してくれた模様。お手頃だとは絶対。うわ、ちょっとライの3次のリワークだからってそんなはしゃがなくても。どう見てもライの3じゃなくて3バカの一人なんですが、どっちも似たようなもんでしょ。オラ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 、次のお蔵入りクライムだからって容赦はちょっとリロリロしなきゃ。そんでロキさんが救出に行ってくれるようなので4番で援護します。こいつ相手に効くのかね。たとえボスに効かなくてもまあ気休め程度にはなるでしょ。ないよりマシマシ。竜巻が障害になって邪魔だと思うんだが。あ、でも効いてるっぽい。吹っ飛ぶってよりは押された感じだったが。竜巻もなんかカラフルになってるしちょっと綺麗。ほらほら、こっち来てみろ来てみろ。こうなるとこいつがちょっとかわいそうに見えてくるな。さすがウォーフレームでディフェンスに定評のある竜巻さんで。そして殴られる。痛い。だがっかぬ、飛びぬ、打ちやめぬ、そやそやそや。にしてもさすがゴルゴン系は玉ばらまくと気持ちいいな。ゲーム内の多種多様な武器の中でここまで乱射してて楽しい武器も少ないからな。相手力を上げずに相談数上げたりして運用するのもいいもんだぜ。そしてこれが今回の救出対象のクラム君。このクラム君が少し前に紹介した、ダルボの仕事仲間の異端のグリニア兵だぜ。ダルボが妙な口調で話しかけてるってんで、クラム君は精神的には結構幼いのかと考えられてるな。
と、今の通りクラム君は基本クラム、か、裏方、としか喋らないぜ。というのもこのクラム君、裏方が大好きで敵に奪われてしまった裏方を探しているからなんだ。この次のミッションではクラム君のツイン裏方巣を見つけるんだが、そこだとクラム君のはしゃぐ様子が見られてなかなか微笑ましいな。それぞれの天皇にもお気に入りの武器やフレームがあるからかクラム君への親近感が湧いて、とても惹かれているキャラクターだぜ。それに、クラム君の羊も天皇になりたかったグリニアっていうファンアートからだからな、すでにボブルヘッドがあったりと運営にもユーザーにも好かれているぜ。もちろん私もクラム君大好きです。ちなみにこのクエストをクリアするとクラム君のスペクターがもらえたりもするぞ。そして今更だがこのクエスト名は寡黙な人物、リレーのダルボの店から受けられるからまだやっていない天皇はゲストもやってみてほしいぜ。でそんなことを言ってる間にミッション完了、お疲れ様だぜ。なんか後半が紹介で何とも言えない感じだが。まあたまには雑談以外もありでしょ。それじゃあ改めて、ご視聴、ありがとうだぜ。なんか釈然としないが、ご視聴、ありがとうございました。